こんにちは。今回は螺旋12層についてポイント解説していきます。編成でお悩みの方は、気軽にコメントください。また、皆さんの攻略したパーティも、ぜひ教えてもらえると嬉しいです。前半に感電波、後半に妖怪波を採用しました。では、1問前半からです。まずは、陸型の機械たちですね。このフロアは、この編成の感電波が、かなり有効です。手数が多いことから、ダウンしてくれる印象がとても強いです。耐性的には、おそらく物理に耐性がありますので、元素攻撃をメインにした、編成がぜひおすすめです。また、ここではシールドキャラも、とてもおすすめです。火力が足りそうであれば、凍結波も良さそうでしょうか。全体的に今回の螺旋は、とても難しくなってましたね。特に12層3問は、心が折れかけました。皆さんの今回の螺旋への印象も、ぜひ教えてくださいね。第2ウェーブで、飛んでいる機械ですが、この敵に弓や砲器は、必須ではありません。この尻尾みたいに、地面近くにあるものに、攻撃判定があります。ただ、攻撃が当てやすいといった観点では、砲器キャラが一番おすすめです。蒸発編成の、演技なども良さそうですね。本当に今回の新敵は、体力が多いと感じます。続いて1問後半です。今回は、妖怪パを採用していることから、炎の重波髄から、狙っていきます。彼がシールドを張った時には、水キャラだけが、バリアに有効になります。ですので、安定的な攻略には、ぜひ水キャラを連れてきましょう。炎のオーラからも、継続ダメージを与えてきます。次に狙うのは、遠くにいる、弓矢の盗賊がおすすめです。この敵を狙うことで、近接の敵も勝手に近づいてくれます。一問ごとに編成を変える場合は、後半で風キャラもおすすめですね。ここでは先ほどと同様に、炎波髄から狙います。水キャラがいる場合でも、やはり炎の敵からがおすすめです。そして次に狙うべきは、雷の波髄ですね。彼もシールドを張る敵なので、バリアには、氷と火が有効です。続いて2問前半です。ここは編成次第ですが、個人的には、雷の魔術師からがおすすめです。彼女がバリアを展開した時が、とても大変で、強烈な攻撃もしてきます。ですので、彼女を最初に倒してみましょう。皆さんは、ここ倒す順番、どうされた方が多いでしょうか？ウェンチがいれば、すべての敵を集めることができそうですね。そして次も悩むところですが、まずは弓の敵がおすすめです。このフロアは時間的に少し余裕が出ると思いますので、できるだけ安定性をとって攻略していきましょう。そして最後に水の魔術師ですね。彼女は2問前半で一番体力があるので、本来最初に攻撃したい敵でもあります。水に耐性があるので、他の元素を使うようにしましょう。続いて、2問後半です。非元素攻撃に耐性のある、大きい恐竜くんですね。今回は妖怪パで攻略しましたが、
本来は、水氷、そして雷キャラなどが、おすすめとなります。この敵は、一定のための後に、ブレスを吐きますので、その時にシールドがあれば、逆に大ダメージが与えられます。ですので、シールドキャラもぜひおすすめですね。この攻撃がブレスになります。この攻撃の少し前に、シールドを展開しておく、ということですね。やはり非元素に、かなり耐性があるので、ダメージが通りづらいですね。みんながそばにいてくれるわ。絆。おとなしくしやがって、風邪ひくな。料理の時間だ。まずい。やっと。寝れない。せい。全力攻撃。師匠の技を食らいなさい。あたって。こいつはどうだ。食らい。すまんすまん。許さない。それ。きれいなさい。おとなしくしやがった。あ、話が通じないなら叩くまででしょう。そして最後に今回の最大難問3問後半です。まずは水のオーラの敵から狙います。というよりここはこの敵だけをメインに狙うべきです。風キャラを入れても敵を集めるのがとても大変なので、とりあえず、体力が一番高い、水の裏の敵を狙い、範囲攻撃を合わせて、小さい2体にも、ダメージを入れていくのが、やはりおすすめです。大きい敵は、小さい敵の、おそらく約3倍ほどの体力があります。水の裏から、スキルのクールタイムも遅くなるので、その点でも大きい敵からですね。ここで皆さんが使った編成、ぜひ教えてもらえると、嬉しいです。特に3問前半、後半ですね。ここ星5キャラを使っても、かなり困る方が多いと思います。敵キャラの行動ガチャ、的な要素が満載ですので、何度もチャレンジが必要だと思います。そして、次のウェーブのここも、かなり大変です。ここも同様に、水の裏の敵からが、おすすめです。スキルと元素爆発のクールタイムに、悪影響が出るためです。また、安定性を取るなら、氷の裏のキノコからもおすすめでしょうか。この敵たちも、風キャラで集まってくれないので、ここでも運要素が、かなり強いと私は感じました。前半のタイム短縮が、かなり重要だと思います。前半で1分30秒、後半で1分30秒、それぞれがおすすめですね。続いて3問後半です。こいつはどうだ。ここは新敵の草元素のボスですね。彼の与えてくる攻撃に、草元素の付与が発生するため、正直、ここはベネットはおすすめではありません。ベネットの元素爆発の上にいると、非元素が自身に付着するため、絶えず燃焼の危機にさらされます。ベネットを使う場合は、敵の攻撃をできるだけ避けましょう。ここはジオナカ勝利先生、または、専用のヒーラーがぜひおすすめですね。今回前半で使っている、感電波を、後半でも試しましたが、雷キャラがいると、敵が暴れ回るので、雷はできれば、使わないようにしましょう。途中で出てくる小さいキノコも基本放置で良いと思います。ほんと今回は12層3問について困る方が多いと思います。星9はそこまで無理に目指さず、できる範囲での攻略が精神的にもほんとおすすめだと思います。ぜひ皆さんの使用した編成コメントで教えてくださいね。こいつはどうだ。みんながそばにさあ行くぞ。すまんすまん。以上で攻略完了となります。編成でお悩みのことやご質問などがあればぜひ気軽にコメントください。それではご視聴ありがとうございました。